よっしゃ起きた、よっしゃ、嘘でしょ、あ、シーバスっぽい、うわー、マジか。さあ、ブルーブルーですよ、皆さん。転売じゃないですよ。ちゃんとね、使いますから。ルアーはね、使ってなんぼですから。ちょっとね、転売の道具じゃありませんからね。釣れるんでしょうか。おはようございます。ワオなんかもね、ちょっと釣り場で落としそうなんで。まあ、これだけってわけにいかないんですけど、これメインでね、いきたいと思います。さあ、やってまいりました。じゃあガボッツでいきたいと思います。事前にね、ツイッターでブルブルどれが釣れるって聞いてみたら、ガボッツなんか人気でしたね。これで釣れてくれると一番ありがたいんですけど。どういうこと？全然泳がなかったよ。固定重心だよね。え、どういうことこれ。これ泳いでんのかな。ん、よく分かんなかった。あー、泳いでるんだ。ヨタヨタですね。ウェイク系のブリブリ動く系かと思ったけど、そうじゃないんだ。意外に繊細なルアーでしたね。ちょっと面食らっちゃったな。ちょっと思ってたんとちゃうな。問題は俺がどう思うかじゃなくて、魚がどう思うかだよね。よし、じゃあ次のルアー行きましょう。これはどうかな。重心移動系か。距離は正直ね、筑後川河川であんま関係ないんだよね。あ、むしろこっちの方がいいんじゃない。こんくらい潜った方が俺的には使いやすいんだよな。ドリフトさせてヨタヨタ動かして、まあ、本来の使い方はこういう感じなんだろうね、多分。まあ、出そうけどね、この流れの中で。これ気に入った。これはよろしいですね。次はフミホン。苦かっちゃうんで軽く投げてみましょう。どんぐらいのシンキング、あ、結構なスピードでシンキングしちゃうね。これピン打ちシャットって書いてあったのね。まあまあ普通のシャットですね。普通に使えるんじゃないかな。まあ当然っちゃ当然なんですけどね。出ませんね。ほんとね、出ないな。ないのか。じゃあね、やっぱブルブルだけじゃわかんないんで、ナレージは勘弁してください。ちょっとね、さすがに寝がかっちゃったら困るんで、ここは。サイレントアサシン 80F をね、通してみたいと思います。この系統のルアーがね、ブルーブルーにもあればよかったんですけど、多分ない。魚出ないですね。いやー、こんなに出そうなのにね。うん、ダメだ。移動します。ここはね、以前からちょっと気になってた場所ですね。水門から上は淡水になります。今やってる場所は汽水河川の最上流部になります。どうだ。うわ、出そう。出ないか。うわ、ここめっちゃ出そうと思ってたけどな。初場所ってワクワクするじゃん。分かんないのがやっぱ楽しいよね。分かっちゃうと、まあそれも楽しいんだけど、めっちゃ出そうなんだけどな。さあ、どうだ。ちょっとゴミ拾いやすいですね。ちょっと反対側からやってみましょう。さあ、対岸です。さあ、どうかな。対岸のこの沿いが怪しいよね。ちょっと変えましょう。さあ、どうだ。いいとこ行ったよ。このテロテロ具合いいね。まあでも夜向きっちゃ夜向きだよね。え、なにこれ。来た。来てる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 。どっちどっち。そう来たか。そう来たか。あー、なるほど。よっ。うわ、でかいなこれ。
ちょっと待って。よいしょ。おう、ブルーブルー一発目はブラックバスでした。でブラックバスに関しては特定外来生物に指定されてますので、いろんな、ね、制約があります。で一応リリースは禁止されていないんですが、佐賀県の、ね、条例によってこれは、ね、リリースすることができません。なので、ね、今回はこれは持ち帰って私が、ね、処分したいと思います。ブラックバス久しぶり釣れたね。個体数は、ね、かなり減ってると思います。まあね、バス釣りする人からしたらね、殺すなんてなんてことって思うかもしれないんですけど、ルールはね守る必要があります。ルールの中で遊ばせてもらってるということです。法治国家なんでね。よし、移動したいと思います。ここ出たらね気持ちいいよね。知らない場所、いやそんなに甘かないな、やっぱな。よっしゃ、佐渡だ。ここ今ここ出てる。これは出るやろ、ね、これはね、いたら出るでしょう。まさにこのクミホンの見せ場だと思いますけど、ピン打ちですからね。うまいな。立ち上がりいいね。反対行きましょう。こっちの方が出そう。こっちの方がね、流量がありますね、少し。さあ、いけ。出るか。いった。うわー、バイトあった。ギュッてきました。うわー、取れてるかなー。あー、もう一回こうかー。ラレージ、なんかリップがついてるね。懐かしいな、ラッキークラフト思い出す。ちょっとやりやすいね。シーバスだと思うんですけどね、僕の中ではあれシーバスだと思います。いやー、持ってなかったな。よし、じゃあね、カムシンでいきます。さあどうかな。よっしゃ、まずいよ。クミホンさんまずいですよ。よし、よっしゃ、来た。クミホンさんまずいですよ。よいしょ、カムシンのね勝ちということで、すいません、クミホンさん、すいません。ただね、これはね、正直最初の一発目が僕のね技術不足でかけきれなかっただけなんで、これはルアーのせいじゃないですね。お、元気元気。よいしょ、はい、バイバイ、ありがとう。いや申し訳ねえな、クミホンには。ほんまほんま、ブルブルから訴えられるかもしれんな。よし、移動します。さあ、場所移動してきました。ピン打ちなんでクミホンにします。よっ、佐渡だ。出るんじゃない。もう出ない。もうびっくりした。なんか当たったな。ドキッとしちゃった。お、来た。よっしゃ。何？また？またか。いや、ここも確かにね、この上はバス釣りのバスがいるクリークなんですけど、わ、今日はほんとバス釣れんな。おいおい、マジか。ちょっとこれ祭りさんにお願いしようかな、今日は。よし、ブルーブルー2匹目はブラックバスでした。またしても特定外来生物、祭りさんのところに持って行って、餌としてね、活用してもらいたいと思います。バス釣りからしたらね、こんないい魚はないんだけどね。一日で2匹釣るなんてめったないですけどね。釣ったらキープして、それをゴミとして扱わなきゃいけないっていうのはもう心苦しくて。いや、それは食べればいいっていうのはありますよ。難しいんですよね、ほんと。まあ、一釣り人としてできることは、釣った魚の命をできるだけ無駄にしたくない。僕にできることはそれだけです。
よし、じゃあね、まつりさん家に届けてきます。果たしてドピー感で出るんでしょうか。ここね、去年ね、工事してそこね、護岸工事してるでしょ。深場がね、ちょっと潰れちゃってるんですよ。なくなってます。なので正直厳しいかなと思うんですけど、まあそれ以外のところがね、今までじゃないところが月場になってる可能性もあるんで、シャローから深場になるラインがね、ちょっと手前側になってます。以前より魚的にはね、オフタイムなんで正直ちょっと難しいかなと思うんですけどね。ちょっとシャッド行きましょうか。思ったより沈むんだよね。でもまあなんとか大丈夫じゃないかな。わあ、浅くなってんなマジ。工事が悪いってことじゃないんだね。工事もね、必要だからされてるんだって。ルアーのせいとかじゃないとは思いますけどね。お、来た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 。ゴミだった。なんかゆっくり巻けるとか書いてあったね。レンジトレースがしやすいとか書いてあったんで、まあこれまた、どうなんだろうな。レンジトレースとか、やば。え、何これ。嘘でしょ。マジでこの動き方はシーバスっぽいぞ。でも、おお、どっちだこれ。でも跳ねないからな。いや、シーバスなら跳ねてるだろう。もう引きはね、シーバスなんすよね。ひょっとしたらシーバスのスレかもしれないけど、あ、シーバスっぽい。ほら、マジか。食ってきたんかな。わ、わかんねえぞ。マジか。こんなことある。うわー、マジか。でかい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 。でかい、いいサイズだよ。うわー、マジか。え、シーバスだよね。うん、シーバスです。でね、シーバスめっちゃ疲れてるんだこれね。多分ね、これこのまま今上げちゃうとかなり、ね、ダメージ受けちゃうんで、ちょっとこれ一旦ここに置きましょう。全国のブルーブルーファンの皆様、大変申し訳ございません。スレがかりでございます。ちょっといろんな意味でやっちまったなと。うわうわ、しかもいいサイズだもんこれ。ほら、普通ね、口にかかってたらあそこまで苦労はしないんですけど、シーバスにとって一番ね、力が出やすいところに引っかかってたもんで、時間がかかりました。時間がかかった分ね、すごいね、疲れてるんで、ちょっとこのまますぐリリースするとさすがにね、危ない可能性があるんで、ちょっと無理やり口開けるのもなんなんで、こうやって手でちょっと送ります。やっぱスイッチが入ってなかったんだろうね。か、バイブレーションのリアクションに反応したか。食い損なったっていうことにしといてください。怒られるかなこれ。ね、どっちに転んでも怒られる気がする俺。はい、これが有明シーバスになります。反転がね、ありますね。これも有明シーバスの特徴ですね。うわ、ふっと。いや、まあ出会えたことをね、よしとしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、今日の動画大丈夫かな。ブルーブルー好きの人から怒られんかな。朝一一番最初に来た場所です。ここでね、視聴者さんにお会いして、あ、釣れましたよって言われたんですけど。で、それからまあ 4,5 時間経ってるんでいいんじゃないかなと思って。ちなみに前回の動画で最初に釣ったとこはここですね。で、今回もそこのね、掛け割りのところにね、通してみたいと思います。残り物はいないかな。さあどうだ。魚溜まってるっぽいな、やっぱり。お、来た。お、来た。オッケー。残ってた。よいしょー。
うわ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 、どうしよう、バックし、やめてくださいよ。はい、シーバスでした。ルアーバッコシですね。